おお。なんかね、このなんかスナック感とこのカラオケ感とこういったなおさ、前、この店にはなんよかく来る私のか？の友達の家もこういうスナこッれクでやって2て度目さ、だしょっちゅうぞ。こういうとこ行ってたよなんね。でだ？懐かしいわ今。ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんでな。ヒュー。なるほど。お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ、少しは見習えよ。了解した。まあ、見栄も大事か。つっても、おめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺、おやっさんの背中を追いかけて、この世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか能がねえ。いや、もしかしたら、おめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って、風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の芽が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただ、おめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどなんかさ。それ思ってたよね。なんでよなんやせろ。よ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあ、そうだな。なんかそれも分かったりすんのかな。なんで堂島組に入ったとかそういうのも。よし、へい。真面目な話はもうやめだ。ヒュー。カラオケでもして、パーッと騒ごうお、得ぜ。意だね。なあ。合いの手入れてあげる。わ かった。今日はとことん付き合うぜ。いきなりカラオケするの？チュートリアルで。ちょっと待って。曲に合わせてタイミングよくボタンを入力していくリズムアクションゲームです。歌詞の進行とともに伸びていくバーと操作、アイコンを重ねる瞬間に正しい入力できれば入力成功となります。これ今する？合いの手を入れる楽曲では無難に合いの手、イケイケで合いの手。この辺は私隠れてこっそり極みの方でやったので大丈夫です。ジャッジメント このバカみたいってやつはやったんよ。確か、極みの方で。このジャッジメントは知らないな。これやりたいな。ミスキちゃんと手拍子してくれて 歌います。桐生和夢、ジャッジメント。いや、これさ、むずっ。これ途中さ、多分なんか変な映像入るから。これ今かな？今かな？あれ、錦なんか合いの手入れてくれてる？何これ？ 気になる。後ろ気になるよ。こんな思い出ないやろ。何これ？何これ？こんなことがあったの？私が知らないだけ？こういう過去があったの、二人には。嘘をつけ。わかんない。ちょっと待って。何これ？ねえ。
右誰？絶対今じゃないわ。どう考えてもさ、竜が如くゼロが始まってすぐにやるゲームではないの、これ。ありがとう。90点以上取れたからいいかな。もしかして次、ニシキの番？あいの手入れようか。え、ニシキも歌っていいよ。何今の時間。知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。あいの手入れてくれてたじゃん、ニシキも。そら、お前がハメ外そうとか言うから、仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。ね。普段から隠れて練習してるんだろう。なあ。ギク。よせよ。そんなわけねえだろ。一人カラオケ行ってます、この子。この子ずっと一人カラオケで延長してます。それにしても、思いっきり歌ったら腹減ったな。うん。締めにラーメンでも行っとくか。あ、いいな、いいな、締めラーメンいいな、行く。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。嘘。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。何それ。しょうがねえな。分かったよ。あれかな、やっぱピンク通りからのラーメン屋だから九州一番星のとこなんかな。行くぞ。行く。認識認識認識。カメラが定まってない。認識認識。前から思ってたけどよ、うん、おめえいい声してるよな。ありがとう。錦もいい声だね。渋いけど。ありがとう。悪かったな、流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。うん。流行りに遅れた男はモテないからな。分かった。そうか。今度ギザギザハートの子守歌覚えとく。男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。金の下がぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。錦ってなんか生きるけど、なんか恥ずかしい感じするよな。そこは可愛いんだよね。マジで可愛い子が多いぞ。へぇ。そうなんだ。ああ。帰ったらチェックしてみろよ。へぇ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。ふん。さあな。そのうち俺ら二人、八匹でコンサート行ってたりして。お、いいじゃん、行こうよ、二人で。想像したくねえ姿だ。だな。おそろの八匹買おう。ドンキとかにあるかな。あ、やっぱここだ。九州一番星だ。午前6時50分。朝。本当にオールしたの？もしかして。な。おい、なんだよ。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ。カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。あれ、キリュウちゃん。キリュウ、キリュウちゃん、あれ見て。うん。キリュウちゃん見て、後ろ。カム町で殺したと。見て。よくある話だろうが。見て。いや、お前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、あ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつ。大丈夫、指紋とか。お前ほ
本当に間違いねえのか。はあ。何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。止めろ。誰からだ。組か。誰。ああ、早速呼び出した。でもなんかあの借金取りの方が怪しい気するけどな。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、おやさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって、いや3人の若頭補佐の1人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そっか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまね。やっちまったな、ケイユちゃん。堂島組の事務所に連絡をつけよう。近くに公衆電話があるはずだ。公衆電話を探せ。この辺だったら、あるある、すぐそこにあるじゃん。じゃあ、これで電話できるのかな？組の事務所に電話しねえとな。もしもし。テレフォンカードとかなのかな？あ、10円入れてる、10円入れてる。今はもう使わんよな。使わんっていうか、ないよな、公衆電話自体が。出て。桐生だ。そっちで誰か、俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい。クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は、若頭補佐のお三方が、わお、キリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。もう早速クセってやつからやし、仕方ね、堂島組本部までタクシーで行くか。本部へ向かえ。タクシーってことは多分街の通りの方に出ればあると思うんやけど、絡まれませんように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 。あっ、あっちか。え、どっちだ、あっちか。多分左下のマップのピンクのところに一番タクシーがあるね。あったあった。うわ、なんか街の人の服装とかもなんかあれよな、昔よな。400安ー。堂島組本部に向かおう。やっぱりこう物価って上がってんねんな。参ろう。安全運転でお願いします。搭乗階設計長径堂島組事務所。ひゅー、かっこいい事務所。うわ、なんか3人ともいるって言ってたもんね、若頭補佐みたいな。やめなよ、絶対怒られますやん。でも、キングちゃんがやったんかな？違うと思うんやけど。ね、怒られる？今から。なんか聞いてない？
いつもこう、いつも最初になんか怒られる。わお。あ。もう怖い怖い。怖い怖い怖い。竹内さん怖い怖いよ。おう。ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。すいません。偉くなったもんだな。おう、キリ。わくせ、こいつがくせか、バリ渋いなと思った。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。はい。渋沢刑事。ほう。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。すいません。ねえ、クゼの兄貴。なんで言うの？アハの。お前に取り立てを頼んだ金貸しから、組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。やっぱこいつ絡んどるよな、絶対に。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。違います。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺はジタバタすんじゃねえ。安心しろ、仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。あの場所っていうのは面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。え？おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示ってなんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答えろ。なんであの場所を選んだ。頭の指示じゃねえのか。え？それにチャカはどこで手に入れた。え？それも頭から渡されたのか。チャカ拳銃で殺されたの。一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切るつもりってか。見つかった死体は痛みつけられた後とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。あ、じゃあ僕やりません。それ本当ですか。その話冤罪です。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたらお前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい。間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒げしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああキリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから少し痛い目に遭わせてから
金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえうちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよクゼナ兄貴。答えは一つだろう。分かってないの私だけ。ちょっと待って、どこ行くの、どこ行くの、二人きりにしないで、やめてやめて。火つけまーす。はい、これ錦くんのライターどうぞ。何が何だか分かんねえって面だな。はい。ええ、霊の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。おう、お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。空の一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。おう、それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係か。あの一坪にはな別の意味もあってな、堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。嫌です、痛いの。え、指どうしよう。ドンキとかに売ってないし。どうやら俺ははめられたらしい。はめたらあの金貸しだ。
でも今逃げとんやろ、その金貸しも。くそ、あいつ。どういうからくりになっているのか、やつから話を聞く必要があるな。あ、バイ。もういいって、今は。誰だよ、そいつ。なんだ、気の合ったおっさんじゃないか。やっと見つけた。ずいぶん探したよ。俺を探してた。酒くせえな。ベロベロじゃねえか。どっか行け、酔っ払い。ははん、この町は酒を飲むためにあるのよ。カモジ君と二人で飲み明かしたね。カモジ？誰だよ、カモジ。どうかい。仲が良そうで結構なことだな。おい、ずいぶん怖い顔してどうかしたね。私でよければ話聞くよ。お酒飲む？まあ、いろいろあってな。まあいいです。私、ボーイにお願いがあるのよ。今、忙しいです。お願い？そういえば、さっき俺を探していたとか言ってたね。いや、そんなことどうでもいい。悪いが、こっちはあんたの相手をしているほど暇じゃねえ。また今度な。実はね、向こうから来る怖い顔したメズと話をつけてほしいのよ。話聞いてえな、お前。こっちの上、お構いなしかよ。どうして俺がそんなことしなきゃならねえんだ。それは彼らに聞いてよ。ボーイと話をつけるって言ってるよ。え？僕と話をつけるの？あ、ほらほら、もう来ちゃったよ。やだ。おう、じじい、この兄ちゃん、そうか。私の弟子ね、嘘つき。嘘つきです、こいつ。弟子だった。俺たちがそこの二人に貸した100万、もうとっくに返済期限が過ぎてんだよね。すぐにでも早く払ってもらわないと困るわけよ。100万、お前、100万借りてもう返してねえ。この話が俺になんか関係あるのか。まさかその100万俺に払えって言うんじゃねえだろうな。フィッシュハートあればウォーターハート。何言ってんの。魚心あれば水心。わかんない。何言ってんの。師匠の借金は弟子が払うものね。ふざけんな。俺がいつからワンとの弟子になったって言うんだ。なんでもいいか、さっさと金出してもらおうか。さもないと俺の後ろにいるこの男は黙ってないで。誰そいつ。ブルノ。どういうこと。ブルノ。このブルノ相手に強情張り取り張り通せたやつはいね。怪我する前に金出しておいた方が身のためだぜ。今金はない。ねえバイ、あの後ろにいる大きな男、ブルノとファイトしてボーイは勝てるかい。わかんない。さあどうだろう。どちらにせよ俺には関係ねえ話だ。面倒な話に巻き込むんじゃねえ。帰ります。つまり自信はないんだね。煽らないで。そうは言ってねえ。だって俺を焚きつけようとしても無駄だぜ。てめえの借金はてめえで払う。これくらいのあいつでビビってちゃう話にならないね。世界にはあんなのがゴロゴロいるんですよ。煽らないで、キリュウちゃん。キリュウちゃん乗るから。は？世界、さっきから一体何言ってる。何こそこそ喋ってやがる。金を出すのか出さないのか、はっきりしやがれ。だから俺に関係ねえじゃん。OK、わかりました、わかりました。金は払います。お？私、あなたに迷惑かけた。だから迷惑料入れて200万払ってもいいよ。すぐそういうこと言う。で、払えなくなるやろ。200万のこの話信用できるか、この酔っ払いが。200万円。本当に持ってます。あなたにあげてもいいです。ただし、条件あるよ。条件？なんで？そこの後ろの人が、ファイティングして。私たち3人に買ったら200万払う。え、3人？え、君たちも？でも私たちが買ったらお金払いません。酔っ払いすぎて頭おかしくなったのか。ブルナはこの辺りで有名な喧嘩野郎だぜ。お前ら3人が束になっても勝てやしねえぞ。なんで戦うの1人ずつよ。3人がかり戦うのフェアじゃないね。ブルナ相手に怠慢だと。どんな自殺志願者もいたもんだ。いいぜ、その条件飲んでやるよ。グー、交渉成立ね。言っとこう、俺手伝うつもりねえからな。おっさんたちも痛みに合わないうちに、早いとこをわび入れた方が。じゃあ、まずはオーラーから行くよ。カモジ？カモジずっと黙ってたくせにカモジ？カモジ、お前も人なんて聞け。おっさんいいのか。大丈夫よ。カモジ君はちょっと頑張るだけね。ボーイはカモジ君の動き見ててよ。え、カモジ君友達ね、その餌みたいにしていいの？なんだと？で、ほい。カモジ君なんかチュートリアルも使われてない。大丈夫？
カムジ君、お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 カムジ君、何この時間。ひらめいた。ひらめいた。え、どういうこと？ひらめ、ひらめいた。あ、カムジ君、カムジ君戦法をもしかして、来るっていうことか？お、覚えた？そういうこと？カモジ君、少し疲れたな。やっぱ飯食わないとダメだな。カモジ君すごいな。カモジとか言ったな。今の動きは言った。いや、それよりも大丈夫か。素人は無理するもんじゃない。はは、大丈夫よ。向こうのパンチ全然ヒットしてないの。おい、そこのホームレス。ブルノまだピンピンしてるぞ。このヘナチョコパンチでまだやるのか。あ、もうカモジ君ギブアップ。ドクターじゃなくてパーカーストップだよ。あとはこのボーイがやります。ホワイトしたらいいか分かったね。お前さ、不祥がねえな。これっぽっちもやる気なんてなかったが、あいつの技見ちまったら気が変わったぜ。ほら。ね、今疑われてるのにね、自分がもしかしたら殺したかもしれない、素手で戦ってボコボコにして殺したかもしれないって疑われているのに、まだなおこの子はまだ殴るから。ほんじゃ、200万の虐殺書。第2ラウンドと行こうか。ブルの1枚。チャカでパンするぞ。こういう、さっきまでチンピラスタイルやったけど、このラッシュとか、あと壊し屋スタイルとか、道島の竜スタイルとかあったりするのかな。結構その、喧嘩の仕方を変えれるから、変えていこうかな、ちょっとずつ。例えばこのままチュートリアルなのでカットしていきましょうか。オッケー、ブルノー。ブルノ倒れたぞ、結構すごいな。な、ブルノがこんな一方的に、てめえ一体何者なんだ？キリュウちゃんだぞ。これは道島組のキリュウだ。お前らどこの組のものだ？え、あ、本職の方だったんですか。すいません。おやいや、僕たちは、あ、東京クレグジットのものです。マジで？東京クレジットか。ちょうどいい。これは東京クレジットの社長に用があるんだ。急いで会いたいんだが、社長は今どこにいる？社長ですか？そんなら今はオフィスにいるかと思います。ほう。オフィスか。確か太平通り東の雑居ビルだったな。それじゃあそっちに行ってみるか。私の借金、クレジットだ。仕方ねえす。約束は約束ですから。回収できなかったツケは売るのに払う。マジで？え、ま、ブルノ、ま、お前じゃないの？ブルノなの？それが聞いてるルールです。あ、もう勝負の世界は厳しいね。では、うん、僕たちはこの辺で失礼します。もうブルノさっさと起きろ。ブルノ100万払わなきゃいけない。頑張れ、ブルノ。おい。おっさん。ん？あんた何者だ？何の目的があって俺に近づいてきてるの？私は、そうね。この町ではバッカスって言われてます。さっきは本当に困って帽子探してたのよ。バッカス？よく言うぜ。困ったのはこっちの方だ。何か事情があるなら全部話してくれ。あのカムジって男にしてもそうだ。ただのホームレスにしちゃ動きが素人じゃない。一体何者なんだ？そうそう、それね。カムジ君のお仕事はとても面白いのよ。ボーイにも見てほしいね。仕事？カムジの仕事？ホームレスはどんな仕事してるの？つまり、押し倒してみてやだね。は？いかがわしい仕事みたいだな。いかがわしいの？ちげえ、倒してみるおやだよ。あ、なるほど。避けるんがじゃあうまかったりするんだ。さんさん、倒してみろや。ちょっと間違えたね。あったあった。なんか喧嘩屋みたいな感じね。で、どんな仕事なんだ？客から参加料もろて。存分に殴りかかってもらう仕事だ。あ、違う、カモジだ。カモジだとごめん。よくわかんねえな。あなたの SM が何かと。そんなんじゃねえって。詳しく仕事場に来てくんろ。七福パークっていう駐車場だ。そこにずっと喧嘩がいるな。カモジ君はボーイのファイトに役立つ。たくさんのエッセンス持ってるよ。ボーイはみんな喧嘩するね。歌い方は分かった。七福パークでな。時間ができた時に行くぜ。道島組の桐生さんでしたね。待ってるでよ。ほんじゃ。カムジまたな。お前も早くどっか行けよ。
さて、一件落着したけどね。ボーイ、本当に世界目指してみないか。世界目指しちゃおうかな。なんか恋人られそうだし。あ、世界。ボーイもさっきもなんか言ってたが、まさか俺に格闘家になれとでも言うつもりか。そうね。イエス、ボーイ、あなたさ、素質が最高にあるよ。ワールドチャンピオン、夢じゃないね。こんな言葉に乗せられて夢見るほどガキじゃねえよ。スカウトなら予想当たってくれ。ボーイ、あのままストリートパイだけしててもきっと裏路地でナイフに刺されて死ぬよ。マジいらんこと言う。なんでそういうこと言うの。それよりもスポットライトが当たる場所、私たくさん知ってるよ。私と一緒に世界を目指さないか。世界か、憧れちゃうな。そうです。まあ、会ったばかりの人間から何言われてもわけわからないよね。オッケーオッケー、今は諦めます。でも私、諦めないよ。ボーイまた強くなるから、いろいろ教えるよ。あんたのトレーナーとしての腕前は本物らしい。いろいろ信用しても良さそうだ。だが、今の俺にはとにかく余計なことを考えて余裕がない。まあ、縁があったらな。じゃあボーイ、また会う時までナイフに刺されて死ねないようにね。小指も気をつけて。あとガンで撃たれるのも危ないよ。チャカで人を撃ってはいけないよ。縁起でもねえこと言うんでねえよ。またね。バイバイ容疑者ボーイ。あいつ容疑者って言った。東方クレディットの社長はオフィスにいるらしい。太平通り東の雑居ビルと言っていたな。そこに行ってみよう。で、一応マップを見たら太平通り東。え、なんかさ、カムロ町のマップ自体がなんか違うよな。商店街とか。あ、なるほど。ここって結構なんてやろう、大きいビルやったけど、それがなくて商店街なのね。神社。神社あんの。